皆さんこんにちは、まなみです。今回は病院に行く前にしたシンプルなメイクを撮影してみました。久しぶりにブラウン系のアイシャドウを使ったのと、あとベースメイクも少し軽めにしているので全体的にシンプルにしたつもりなんですが、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは早速ご覧ください。どうぞ。それではワセリンから塗っていきます。次に日焼け止めを塗っていきます。イントロでもお伝えしていると思うんですけど、本日は病院に行って検査をする日ということで、この前人間ドックで引っかかってしまった部分の検査をしに行くんですけど、軽めのメイクをしていこうかなと思っています。皆さんは健康診断とか人間ドックはちゃんと行っていますか？私はまさか引っかかるとは思っていなかったので驚いたんですけど、意外と元気だと思っていてもみたいなこともあると思うので、皆さんもしっかり受けるようにしてください。今日病院に行くんですけど、なんか最近病院に行くたびにすごい緊張するようになってしまって、昔までは全然大丈夫だったんですが、ここ数ヶ月はとっても緊張して、この前なんか私ピルを飲んでいるので年に1回採血があって検査があるんですけど、もう緊張しすぎて、でしかもちょっと私の腕って血管が分かりにくいみたいで、看護師の方にこうどっちがいいですかねって言って探していただくんですけど、右腕でやったらあまりうまくいかなくて左腕で採血していただいたんですけど、多分そこで緊張マックスすぎたのと、あと少し寝不足だったんですよ。なので終わった後普通だったんですけど、受付の待合室で座った瞬間、目の前が砂嵐になってきて気持ち悪くなってしまって、だんだん前も見えなくなってくるし、耳も聞こえなくなってきてしまって、これはダメかもと思って受付の方に行ったら、横になれる場所まで車椅子で連れて行っていただけて、それで横になったらすぐに良くなったので大丈夫だったんですけど、それくらい緊張するようになってしまったっていうお話です。ファンデーションはボビーブラウンのウェイトレススキンファンデーション SPF15PA2+ を使っていきます。なので本日もすごい緊張しているんですけど、これどうしようもないですよね。リラックスして落ち着こうと思って深呼吸をしても緊張するものは緊張するので、とりあえず頑張ろうっていう気持ちで行ってきます。なんか緊張しても無駄だなって思うんですけど、結局することは変わらないじゃないですか。なので人間の体って面白いなって思います。本日はいつもと同じメイクをしてもつまらないなと思ったので、ブラウン系にしようかなと思っているんですけど、メイクがうまくいけばテンションも上がるだろうということで、頑張って綺麗にメイクをしていきたいと思います。でも結局病院でマスクをしないといけないので崩れそうなんですけど、ちょっと薄めのメイクにしておいて、崩れたら帰りに直すということで、このボビーブラウンのファンデーションを選びました。で、私朝ごはんは食べられたんですけど、お昼ごはんが食べられないというか、検査が2時過ぎなので終わったらご飯を食べに行こうかなと思っているんですけど、そのためにメイクしているっていうのもあります。パウダーはシャネルを使っていきます。高島屋でご飯を食べようかなっていう話をしているんですけど、お昼ご飯、晩ご飯、ちょっと微妙な時間になってしまうと思うんですが、軽めに食べたいなって思っています。よし、こんな感じで、で目の下にもパウダーをします。本日もこのジルスチュアートの2つなので、パパッと描いていきます。なんかこれリニューアルしたのでもう販売しなくなるのかなと思って公式ホームページを見てみたら、まだ売っているんですよ。在庫がなくなるまでなのかなと思いますが、普通に売っていたのでまだこちらを使っています。眉毛の薄い部分をこちらで埋めていきます。キャメイクのフローレスブローリキッドの01番です。アップでお見せしようと思うんですけど、このあたりが毛が生えていなくて薄いので描き足そうかなって思います。一本一本描けるようなタイプなのかなと思って買ったんですけど、そういう感じではなくて間を埋めるように塗れるタイプだったので、また違うのも買ってみないとなと思っているんですけど、薄い部分を描き足していきます。このまま眉マスカラをしますね。
アイシャドウはこの3つの中から選ぼうと思って持ってきたんですけど、こちらにしようかなと思います。クリオのプロアイパレット11番ウォーキングオンザコージーアリーです。まずこの明るい色を取ってまぶた全体に塗っていきます。左上の色を取って二重幅より広めに塗っていきます。最近欲しいなと思ったアイシャドウパレットがあって、こちらなんですけど、すごい可愛くないですか？で、これどの色を買おうか迷っていて、皆さんにアドバイスいただきたいなと思っているんですけど、 1,2,3 番があるので載せますね。次にこのブラウンを使っていきます。二重幅ぐらいに塗っていきます。全部欲しいといえば欲しいんですけど、まず一つ買ってみようと思っているんですが、普段であれば絶対に1番を選ぶんですよ。ピンク系なので。なんですけど、動画でご紹介するって考えたらピンク系ばかりだとつまらないかなと思って、この色を取って下まぶたに塗っていきます。なので2番のブラウン系か3番のちょっとパープル系だったかなと思うんですけど、ブルーベーカラーを買うか迷っていて、皆さんの意見も聞いてみたいなと思って、よろしければコメントに残していただけると嬉しいです。下まぶたを塗り始めたのもコメントでアドバイスをいただいて、絶対似合うと思うっていうコメントをいただいたので塗っているんですけど、いかがでしょうか。こんな感じで最後に暗めの色で濃くしたいので軽く塗っていきます。この A メイクのグリッタースティックヌードを使っていきます。まぶたと涙袋にも塗ります。で、ビューラーをしてエレガンスのマスカラ下地を塗ってキングダムのマスカラをしていきます。これはいつも通りです。で、マスカラを塗っていきます。塗ったらまとめていきたいので、ピンセットで このまつげどうしたんでしょう。この一本気に入らないんですけど、こんな感じでなんとなくですがまとめました。アイライナーはラブライナーを使っていきます。こんな感じでアイメイクが完成しました。シェーディングはロム&を使っていきます。チークはこのクリオのこの辺りを塗ろうかなと思います。頬骨の高い位置に斜めに塗ります。ハイライトはローラメルシエを使っていきます。鼻根と頬と、あと鼻先にも少し塗っておきます。あとはリップなんですが、とりあえずこちらを塗ろうかなと思います。 D プログラムのリップモイストエッセンスカラーのレッドです。これは拭いて、今日のメイクはこんな感じで完成しました。髪の毛を巻いてこようと思います。こんな感じでミックス巻きにしてきました。今日はスプレーはしないつもりなので、すぐカールが取れてしまうと思うんですけど、記念に動画を撮っておきます。ということで、私は緊張しているんですけど病院に行ってこようと思います。それではここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。